このオフサイド判定、世界中で審判が炎上。フットボールレジェンズのジャーナリストであるゲイリー・コーシハ自身の X を更新。審判と VAR が一番の問題だったと一刀両断。日本の正当な同点ゴールを無効にすることで、強豪スペインが金メダルを獲得できるように意図的に操作しているのだろうかと運営を痛烈に批判。多くの国際大会を現地取材しているカルビン・エメカオムカシハ。私は VAR が嫌いだ本当にと吐き捨て。レフェリーたちは日本の素晴らしいゴールを認めなかった。この見事なゴールを彼らは無効にしてしまったのだと嘆いた。あのオフサイドの件で世界中で審判について炎上してんな。一番納得いかないのはリプレイ映像見ずに決めてるとこ。主審の耳には無線で VAR から連絡が入るんだぞ。そして接触とかハンドとかのファールなら主審がピッチ脇のビデオを見て判断するけど、オフサイドではビデオを見ないで VAR の判断を採用するのが普通。ウェンゲルの言う、攻撃側の体が少しでもオフサイドライン内であればセーフというのが最適解な気がする。サッカーなんて点が入りづらいスポーツなんだから少しでも面白くしてくれないと。